鈴木松年、鈴木松年大正7年1月29日は、明治から大正にかけて活動した日本画家。本名は健、幼名は百太郎。初号は百戦で、32歳頃に松年に改める。鈴木派の祖、鈴木百年の長男で、弟に鈴木百水、鈴木和俊。植村松園の最初の詩としても知られる。 父のおとなしい画風とは、対照的な、広報な作風と、見解な性格で、蘇我昇白の再来と評され、昆昇白と、あだなされた。京都東道院錦木工事で生まれる。幼い頃から、軍団や喧嘩を好んだという。父百年から、絵の手ほどきを受けたが、絵に関しては指導されるのを嫌だったとも言われる。若い頃は、薩摩藩士に混じって、国事を論じるなどして、 本格的に画家になるのを決意したのは20歳を過ぎた頃だった。しかし、父の生命からかその実力を正しく評価されなかったため、22歳の時演山の聖夜未老で1日1000枚描く赤画会を企画、これを成功させその顕筆を周囲に認めさせた。独立して100年の住居の裏にあたる東道院近城裏に画質券住居を設け、地名にちなんで、 東西紀郎と称した。蘇我ショやガンに脂縮し、その豪快な表現や画家としての気ぐらいを学ぶ。また、24歳の頃洋画も独学している。明治8年7月頃、28歳の時、長野県飯田に遊歴し、たまたま、富士登山に行く、途中の富岡鉄斎と出会い、たびたび鉄斎を訪ねたという。32歳頃に画号を、少年と改めるが、 これは古来、松に千年の緑ありと言われたことから、父百年を超えようとする松年の教授が伺える。明治十四年四月、河野梅礼に代わり、京都府が学校の北州担当の副教員となり、明治二十一年まで勤めた。松年は再起にまさり気象を激しく、同時期の画家としばしば争ったが、一方で誤解な中にしみじみとした人情味もあり。 画学校で教授を務めたときも、生徒の受けは非常に良かったという。明治15年第1海内国会画教振会に、祖藤尾葉松図を出品し法上を受け、明治17年度第2回展も同賞さらに翌年の第4回京都博覧会で発表した、宝来三図で、病気衝動杯を受け、日本美術協会にも出品した。 明治21年41歳の時、京都府が学校を退職。明治23年第3回、内国官僚博覧会では、設計山水図が、妙義三等。一方で、明治25年、森関西、谷口愛さん、岸武道、餅月玉仙らと小春会を結成、古賀の研究に努めた。明治33年鉄斎と室町時代の王や、 総網の墓を探しに、円山の暗陽寺を訪ねている。明治26年シカゴ番国博覧会に、雪中管ガラス図春景山水図を出品する。第四海内国観業博覧会でも、群仙図、嵐山春景を出品、校舎で再び妙義ん等明治29年日本美術協会が結成されると、その第一回共進会に、月下遠い図を出品。 一等法上を受ける。明治32年日本絵画協会第7回日本美術院連合第2回展で修林が同賞。明治33年パリ万国博覧会で発表した松水星で同賞を取る。明治36年から翌年にかけて少年画布が刊行される。後年、祇園白川藩の大画室を鶴受験と号して京都画壇に重きをなした。 明治40年改定の大日本著名が加盟館という番付表では、今尾慶年、橋本画報、餅月玉泉、森金石らと並んで、総光権にランク付けされており、地位の高さを示している。末年には、新人深い一面もあり、小国寺随主案の道具再建のため百福服の羅漢図を寄付し、格王山比、 大寺には500福もの羅漢図を純筆料も取らずに記号したとの逸話も残る。さらに、大正三年仏画を多く描いた純筆料で、栄冠堂の名で知られる、前臨時に河川堂という建物を寄進、上等し、その天井画を息子松仙に描かせている。大正七年一月二十九日の一決により死去。71歳。墓は、 東山区にある長楽寺で、妻鶴久市、長男松仙と共に眠る。墓石は硯をかたどり、背面には自筆の雲龍図が刻まれている。同時代の競合する画家たちとは異世界が絶えなかったらしく、特に甲のバイレーと懸遠の中はよく知られている。ただし、これは自らの画面を高めるための一種のパフォーマンスと解釈する向きもある。松園とは、 比較的仲が良かった、岸武道が、梅霊との中を取り持とうと、今日は珍しいものをご馳走するからと、松年を家に招いた。松年画家を訪ねると、森関西と富岡鉄祭がおり、そこに、梅霊が現れた。そこで、武道は、今京都に松戸市、畜道、河の梅霊と、同時代に、小築梅がすべて揃うのは大変珍しいのに、 その小畜梅が工場が悪くてはいかんやないか。どうか、竹の私が仲裁するから、松と梅も工場良くなってもらいたいと訴えた。しかし、松年は、工場が悪い方が、帰って競争になって良い。人こそ互いに工場が悪くても、絵画は勝手に工場が良くなると断った。それを聞いていた当時京都画壇の長老だった、関西も、それも良いと納得したため、 築堂の仲裁は失敗した。また、ある日松年と、梅霊らが赤画をした際、梅霊の筆が壊れてしまった。しかし、それを見ていた松年が、自分の筆をそっと差し出したため、梅霊は、ことなきを得た。赤画後、梅霊は、松年に礼を述べついで和解を申し込むも、困った時は、お互い様なので、助けたまでで、和解はするつもりはない、とやはり断っている。一方で、 バイレが亡くなった際に、真っ先に、奥闇に訪れたのは、松年だったという逸話も残る。また、松年は、同門の今を経年も牽制し、友禅の死体なら、影俊さんに行くが、ええ、かかり物が欲しい習わしが描いてあげると方言するが、年長の経年は気にせず、ただ黙々と絵を描いていたという。こうした態度は、松年が、 長期案の転換と題する随筆で語っている、かつてガンクがわざと、丸山王郷の画を酷評して、注目を集めて、名を上げた、という逸話に習ったとも考えられる。弟子に、長男の鈴木松千、上村松園、土田幕千、海外天然、一見連城、庭山公園、斎藤松州、山田松慶、梶野源さん、湯川松道、木村光年、小西福年など、 松年は生涯京都画壇の重鎮として第一線で活躍したが、画壇における求心力が弱く、明治も後半になると、次第に河野レ霊門下の竹内聖鳳らに主流が移っていく。さらに、後を継いだ松年は中国やインド、さらにフランスまで留学経験があったらしく将来を職望されたが、松年が死んだわずか7年後に大成することなく、世を去ってしまう。 たので死も、後世に名をなした者はおらず、鈴木派は、急速に勢いを失っていった。蘇我昇白に例えられるだけあって、かすれるほど強い墨線を用いた豪快で力強い作品が多い。一方で発木の使い方も研究し、垂らし込み技法を用いた作品も参見される。その画号もあってか、松を描いた作品が多く、大杖を題材にするのも、珍しくない。 反面、農災の作品は少ない。末年の作品は今も京都の家々で大切に保存されている例が多い。ありがとうございます。